私は本が好きだった。人類の知識が詰め込まれたあらゆる本を心から愛し、本に囲まれて生きることに幸せを感じていた。それなのに、神様、生まれ変わっても本がたくさん読めますように。すごい、まるで写真集で見た古いヨーロッパの街みたい。本屋が存在しないのに本が手に入るわけがない。ならどうする？自分で作るしかないでしょ。本を作ろう。私だけの本を。テレビアニメ本好きの下克上。司書になるためには手段を選んでいられません。どう考えても普通ではない。一体君は何者なんだ。